内山交渉老師提唱消防現像山水橋第1回昭和56年5月16日京五条総選寺にて収録。消防現像山水橋未婚の山水は古物の同現状なり共に方位に従して偶人の苦毒を上善空豪以前の消息なるがゆえに未婚の格形なり心象未亡の事故なるがゆえに現状の到達なり山の食毒高校なるをもて条文の道徳必ず山より通達す順風の妙行を定めて山より到達するなり太陽山海和尚主に示して曰く青山上雲歩赤女夜照に山は備わるべき苦毒の帰結することなしこのゆえに上安住なり上雲歩なりその雲歩の苦毒まさに震災に山岳すべし山の雲歩は人の雲歩のごとくなるべきがゆえに人の行歩に同じく見えざればとて山の雲歩を疑うことなかれ今仏祖の節道すでに雲歩を支持すこれその特本なり上雲歩の自主を偶弁すべし雲歩のゆえに上なり青山の雲歩はその早きこと風のごとしよりも速やかなれども山中人は深く淵なり山中とは世界理の下界なり山下人は深く淵なり山を見る原木あらざる人は深く淵不見不問車庫の道理なりもし山の運法を議着するは事故の運法も未だ知らざるなり事故の運法なきにはあらず事故の運法未だ知らざるなり諦めざるなり事故の運法を知らんがごときまさに青山の運法をも知るべきなり青山すでに右上にあらず非常にあらず事故すでに右上にあらず非常にあらず今青山の運法を議弱せんことでから行く北海を両極として青山を召喚すべしと知らず青山の運法および事故の運法明らかに検定すべきなり逮捕捕逮共に検定あるべし美人町の小当時および空王なばんより進歩逮捕に運歩しばらくも山ざること検定すべし運歩をし窮することあらば仏祖不出現なり運歩もし究極あらば仏法今日に至らずならん進歩未だやまず逮捕未だやまず進歩の時逮捕に開口せず逮捕の時進歩を開口せずこの苦毒を三流とし流山とする青山も運法を三流し東山も水上港を山岳するがゆえにこの山岳は山の山岳なり山の森林を改め山の面目ながら海と山岳し来たれる青山は運法太くなり東山水上港太くなると希望することなかれ定下の賢者の屋敷ゆえに青山運法の服を怪しむなり証文の伝えなきによりて
流山の語を驚くなり、今流水の源も七通発達せずといえども、証券証文に沈溺せるのみなり、しかあれば諸弱の功徳をこせるを軽妙とし妙脈とせり、運法あり流行あり山の三次を生ずる時節あり、山の仏祖となる道理によりて仏祖格のごとく出現せるなり。まあそこまで。この前終わりの時にちょっと申し上げましたが、この山水経っていうのはね、この山水はいわゆる湯山岩水の山水でない、この観光行楽の対象の山水でないんですね。これがね、もしそういうあれだったら、道元禅師この巻を書かれたのは宇治の高勝寺にいられた時だっていうから、この山水って言ったら宇治の山、それから宇治川の話になる。それだったら私得意だもん。その毎日散歩して歩いてるんだから、あ、この山水だなってね。ところがそうじゃない。だからちょっと話は簡単にはいかないね。まず本文の二言の山水は古物の道現状なり、このね五章という注釈書に、今二言と指すは仏法の上を言うなりという注釈がある。要するに二言って言ったらもうそれだけで仏法の話になるんですね。だから沖気学章に山水は大地無常同時浄土の山水なり。お釈迦様がね、悟りを開かれた時に、我と大地無常と道理浄土三千草木ことごとく皆成仏すって言われたっていうね。つまりお釈迦様が悟り開かれた言ったらね、そのお釈迦さんだけや、俺だけ悟り開いたんじゃない、大地無常全部が同時成仏した、そして三千草木ことごとく皆成仏したと言われたっていうんですね。このだから今沖気学章は山水は大地無常同時浄土の山水なりっていう中が出てる。つまりね、今二根って言ったらば、この今っていうことですがね、結局ね一瞬、我々今っていうといかにも今っていう今の時代とか今の世の中とかちょっといかにもこう今っていうのが幅があるじゃないですか。しかしながら厳密に言ったらば今っていうのは一瞬前は過去、それでもう過ぎ去ってない、だから一瞬のうちはまだ来ていないで、そしてないんだ。 それだからね、今っていうのは本当から言ったら全く幅のない無の一点ですよ。この無の一点、それで結局無の一点が刻々だ。それをこの前やった宇治の巻では、人無人海自意ないっていうね、自意だ、自意刻々の自意で、二根二根というのはこう不連続の連続っていう、まあ西田喜多郎先生が言ったけど、まあそう前後裁断している不連続が連続してる。
それで要するに全く前後災難してるということはね、無だ、無が、いつでも無の今が、刻々、時々刻々あれしてるんですね、展開してるんだ、事務人会をね、そのね、その無なんだからね、その全くそのあれがこう、これがこうっていうんじゃ話、そういうふうに分かれる以前ね、このこれはコップであるっていうと、もうじゃ時間がかかってちゃう、コップとも何とも言えない、もう無だ、無の一点のところにこれ事実展開してんだ、そういうこう、だからいつも言うように仏法の話はもう現生の話ですからね、生き生きとしたこの過去の話じゃない、コップとも言う以前、だからこれね、それでもってこのコップは綺麗だとか、その汚いとか、あるいは金がかかってるとか金がかかっていないとかって、そういうね、余計なそのいわば術語ですね、その術語が付け加わる以前、ただパッと見たって言ったら、これ無の一点に点あるところのコップですね。だからこれね、山って言ってもその無の一点のところに展開してるんだ。で結局ね、一切分離以前、まあ私が一切分離以前っていう言葉書いたこと、あの本に書いたことあるけど、要するに我々分別する頭が働く以前だ。どうせ我々がね、そのこれはコップであるっていうのは、これっていう概念とコップっていう概念とこうまず分けて、そしてそれを一緒にするっていうんで、あのこれはコップであるっていう判断になりたいのね。このこの花きれいだって言っても、花ときれいっていう概念を分けて、そしてそれが一緒、だからこの花は美しい、美しい花っていう概念が成り立つのはね、そうやって成り立つんだ。だからそういう二つにまず分けといて、一つであることを言う、それで判断っていうね、判断っていうの、ドイツ語じゃウルタイルっていうけど、まず原子分割って、ウルっていうのは原子だ、はじめね、それからタイルっていうのは分けるっていう、それを一つにしたんで、この判断するっていうのを原子分割っていう、結局まず分ける、分けなくちゃ意味持たないんだ。でところが今そういう分別する分離以前、これは無の一点だからね、刻々に時々刻々のあれだから、山って見たって、そのこれは山であるとも言う以前なんだから、そうするとね、そのあらゆる分別以前、分別以前の山、これ実物の山だ。そういう山っていうのはね、動とか不動、あるいはその迷ってる悟ってる、あるいは生だ死だってこういわゆる分かれる以前だ。現生のこれ山だけに限らないですよ、全てのものがそのだからその宇治の巻には神武神会ってあったけど、あらゆるものがその一切分かれる以前のところが実物なんだから。でそういうのをね、二根っていうのね、で三水っていうの、これは
ですね、お釈迦様が割と大中浄土同時浄土三世草木ことごとく皆成仏っちゅう山水だっちゅうのどういうのかっていうと、私が山があるってことは、私が山を生命体験すればこそ山がある。でまた私はっていうと、私はそれを生命体験することにおいて生きてるっていうね、毎度言うけれど、我と山と分かれる以前、これもねそういう三世だから、そういう人無人海としての三世だ。これを、あれですね、一心ともいい法とも言う、この私は山を生命体験することにおいて生きてる、山は私に生命体験されることによってあるっていうね、そういうのをね、この私の生命体験そのもの、これがね真である、またそういう生命体験されてるものっていうの、これが全く一つで、これを仏教では心房一如っていうね、あるいはこの前も言ったけれど一心一切法、一切法一心っていう、そういうもの、この現生の実物っていうのは、そういう二つに脳と書と見ると見られるとって二つに分かれる以前だからね、見る見られるっていうのはその脳書以前の、 それが全く現生の生命の実物です。仏法の話はいつでもそれなの。でだからね、今そういう山水の話だから、山は動かない、水は流れてるって、そういうふうに決め込んだ後の話でな。で山が動かない、動かないって言ったら、情って言ったらですね、情って言ったらもう徹底的に情なんです、絶対的情、常住不変のもの。それから無情って言ったら全くどこまでも無情だけど、全ては流れてる、このそれでね、それをまあ、あの宇治の町ではこの情の面を「う」というね、人無人海の「う」だ、これは理事だ。でこれはもう理事って、これあの西安禅師の経典読むと「鬼滅粉粉」って言葉が出てるけど、全く鬼滅粉粉とどまることはない。で、情と不情、あ、無情とね、情って言ったら徹底的に情、ね、あの無情って言ったら徹底的に無情、こういうのが仏法のその根本です。ところがそれじゃ情と無情とってこう分かれて、いい全くの生命の実物はね、情と無情と分かれちゃいないんだから、そうするとどういうのかっていうと、その実際の実物は不生の不生、不滅の滅っていうことなんですね。不生の生って
それを如来って言う。来たるが如くだ。だから不滅の滅、来るが如く。それで結局の話、如如って言うね。この如如っていうのが結局生命の実物の話ですね、姿が。それで結局二根の山水は古物の同現状ない。結局ね、如如如来如如、それが古物の同現状だ。でまあ普通本当は如来如如っていうのは仏さんの名前なんだけど、それをちょんぎって如来様とこういうんだ。はい、話よね。で来たるがごとく去るがごとく、しかしながら本当は来ているんでもない、去っていくんでもない、ただ如如で、結局古物大道を現状するところを山ともいい水ともいうところ、神武神海の何でもそう。いや、おとといね、あの2、3年前、ご主人亡くしたっちゅうその奥さんから手紙が来た。でそれ手紙読んでみると、まだその返事も書いていないんだけど、読んでみるとね、だいたいその奥さん5歳さんらしいんだ。繊細の子もある、自分の子もあると、まあそして一緒になったらしいけど、両方ともそのクリスチャンだった。クリスチャンだったんだけれど、その今それで、ご主人亡くなって、その繊細の子供の男の子が後を取ったらしいんだけど、その長男の人はそのキリスト教がとても、どういうわけだか、キリスト教がとても嫌い。それでそのお父さんの葬式もその仏教のお寺でやった。そしてまあお母さんに向かっても、その後ね、そのお母さんはそのキリスト教とは縁切ってこいって。そしてそのそうでなきゃ、あの私はキリスト教じゃ葬式しないってこう言うって言うんだね。ところがその奥さんの長年そのキリスト教で来たんで、で仏教で お葬式されてもお葬式された気がしないっていうね。それで自分の死んでからのうち、その仏教でお葬式されるんじゃ困る、なんとかキリスト教でお葬式してほしいんだけれど、でそういうこう自分の死んでからのうちのことを考えると、もうそのためにノイローゼ気味になってますね。それでこれどうしましょうっていう話ね。よく私のとこいろんなあれがあるから、すげえと不自由しない話のために不自由しないほどいろんな手紙来るね。でしかもこのキリスト教でお葬式してほしいんで、仏教でお葬式するのは嫌っていう人が坊主である私に手紙を書くってとこは妙だ。妙だから私なりにインドを渡さなきゃならないじゃない。まあそういうこと今考えてんだけれど、その結局ね、まあこの会が終わってからそのあれを手紙に書こうと思ってるけど、結局これはね、の仏教とキリスト教とというね、二つに分かれた後の話だ結局はね。でね、そのどうせね、そういうふうに仏教とキリスト教とって言って二つに分かれた以後の話はね、
生命の実物じゃないんだ。こうよく知っておかなくちゃ。で、本当の生命の実物は今言ったように一切分離以前、一心一切法、一切法一心ね。キリスト教って言ったら何から何までキリスト教、仏教って言ったら何から何まで仏法っていう、そういう地盤から見なきゃダメだ。それでね、結局ね、一切分離以前の生命の実物の話として人が死ぬっていうことはね、これは天地いっぱいのものが天地いっぱいのところに帰ったっていうことなんだ。それを仏教では仏さんにならしゃったってこういうね、キリスト教では昇天した神の身元に召されたとこういう、あるいは仏教では起心という言葉あるね、起源とも元に帰ったんだ。だから家業に新起源ってこう書くもの要するに元へ帰ったって、天地いっぱいのものが天地いっぱいのところに帰った。それでね、結局の話ね、葬式するならそういう地盤で葬式しなくちゃならない、結局はね。天地いっぱいのものが天地いっぱいに帰ったっていう、これが神の子が神の身元に召されたってこういうところ。これ表現はだから儀式が違い、表現が違うというね、表現や儀式の違いって見たってしょうがないんだ。で、なものをね、私なんかは、私の師匠の沢木老師っていうのね、これ葬式しなかった葬式、これでさ、私がその沢木老師が葬式するなって言ったのを、そのお前に葬式されても、それで初めてその浮かぶっていうことはない、お前にお経を読んで、下手なお経を読んでもらって俺は成仏するってことはないからな、そりゃそうだもん、だから葬式する必要ないもんそれでだから私沢木老師の亡くなってからってお経を読んだことはない。ただこれ私のところは沢木老師の写真額が、沢木老師って戒名も別にない、その沢木行動ってね、安泰寺そのあれしたら沢木老師が自分で表札書いたんですね、安泰寺の、住職になった時ねその表札外してきて、その、写真のところへこう置いたんです。そしてまあ毎日いっぺんだけ寝る前にお膳を立ててこう参拝するだけそれだけだ私は。それでこれはもう何もね、大げさに沈んじゃらんやってお葬式してみたってしょうがない、沢木老師のはそうなんです。それで結局ね、だからそんなにね、死んでから後のことは心配しなくていいんですよ、心配するなってどうせどうにかなっちまうってだけだどうせどうにかなっちまうっていうところがね、インドの狙いですよ。坊さんもそのつもりでやってんじゃないかな、どうせ俺が やろうがやる前がどうせどうにかなっちまうそのつもりでやってんじゃないかと思うけど、しかしね、そういう気の抜けたインドはダメ、どうせどうにかなっちまうっていうところで、そこが決着所だ、いいですか、そこがインドの私どころだ。どうせね、どっちへどう転んでも自己の生命の実物を生きるんだ、それだけ。
このどっちへどう転んでもっていうところが、これがこのなんていうかね、絶対的安住所です。安らいどこだ、安心の決めどころ、そこを引導しなきゃな。だからね、このいやこれはね、葬式だけの話じゃない。一切あらゆるもの分別し分離してっていうとね、話は食い違ってくんだね。どうせこのコップって、このコップきれいって言うと、あ、そんなのあんまり品がないって言う人もある。それでこれは金かかってんだろうって言うと、いや、そんなの安いっていう人もある。そうすると、これどうせ話は食い違うん。その食い違いの、話の食い違いだけのところでみんな大騒ぎしてんだよ、世の中の人ね。それでね、この結局この一切の安さもっさ、食い違い、安さもっさでもって、それから悩む、私には悩みがあるって、みんな深刻な顔して、いや、今の奥さんにしても死んでから葬式どうするんでしょうって、まあ悩んでるのね。俺はただ話の食い違いだけで悩んでる。本当のとこあったらね、どうせどうにかなっちまうんだだからこんなにあらかじめね、死んでから後のことまで心配して、悩む必要ないんです。そこで初めて落ち着かなくちゃ。で、人間の目で見ればこそ、その仏教とキリスト教って分かれる。それから悟りと迷いとってまた分かれる。それから道と不道とってこう分かれる。情と無情とってこういう分かれる。で、その別れから話が食い違うんだし、で、今その山水経、この山水経のこれだけの難しい文章がこう今これあらかじめね、私がここでもって始めるのに、この原文をこう長々と私が読むのはなぜかというと、これ消防現像って難しいな、何が書いてあるんだかわけが分かんないなっていう、それだけの印象を皆さんにはっきりさせようと思って読んでんだそれで そこからだ、どこを汲み取らなきゃならないか、そこを私が言いたいわけで、結局の話ね、この今大切なところは、どう、あの情、これ情のこの無情っていうのは動いてるんだね。こっちは不動でしょ、動不動、情無情、そういう二つが、その山は不動、川は流れてる、こう普通は考えてるわけだ。ところがそうじゃない。どうって言ったら、山もちゃんと足持って歩いてるっていうね。この山が歩いてるってね、この青山運歩っていうか、この子供の漫画みたいにさ、こう山が描いてこれに足つけてであれだね、そういうふうに、いや、山をそういうふうに見られなくちゃいけないのかって、そんなふうに妄想したら、この山水経話は違うの、登山水上湖ってこの水の上こうやってね、山が歩いてるんだって、そういうふうに、そう、残念すると、そういうふうに見えるもんかなって、そんなバカなこと言ったね。今、全く、その、
物を見る、そこが大切なんですよ。こうすると生命の実物としては山が歩いてるんだし、水も絶対的に動くのっていうところがある。それで決してね、山は動かない、水は動いてるって、こういう対対的な、こうこっちとこっちと分けてね、それでこっちは動いてる、こっちは動いてない、そういう話でない。その動いてるって言ったらみんな動いてる、不動って言ったらみんな不動、そういうところね。そういう生命の実物に目を開くこと、これが大切だ。だから迷いを捨てて悟りでない、それから動を捨てて不動でない、また死を捨てて生でない、キリスト教を捨てて仏教でない、こういうその全て、こう2つに分かれる以前のところ、それを一目で見ている、その2つに分かれる以前のところを一目で見ている、そこが大切ですね。それでそういうのを処方実装ともいうのは、あり、全てはあり目通り。それでその結局二根の山水は古物の道現状なりだ。で、共に法医に従して偶人の功徳を上ぜる。この法医に従するってね、結局そういうまっさらな生命の実物にとしてある、山水はね。で、偶人というのはこれもこの前の宇治の巻にありましたね、そのソ連海人海を持て人海を海人するを偶人とは言うないというのがあったね。この前のテキスト、この前のテキストをお持ちの方、その78ページの上の段の左から5行目だ。それ人海をもて人海を、これ人海って書いてあるけど海人が本当です。このひっくり返って海人するを偶人とは言わない、同じ人海は人海、それを海人する、結局ね、行き着くところは行き着いたっていうことで、その他ではありえない、人海が人海になったって、これはその他ではありえない、その他ではありえないから、それが決着状だ、そこより動きようがない。で、そういうその他ではありえない、絶対的にそうであるっていう、そこへ落ち着くっていうことが仏法の狙いなんだ。それで共に法医に従して偶人の功徳を上ぜるというのはそうですね。で、空合依然の消息なるがゆえに二根の格形なり。空合依然というのはね、これがね、思考という、この大体全てがね、全くこの空から始まって、この空から始まって、もう全てが空である時代があるね、そういうのを空合という。それからその空のとこから上
こう成り立っていくっていう時代がある。それを上合っていう。それから今度は従するって今あるようにあるっていうね、これは従合だ。それからそれが破壊していく時代が来る。それがエコーでしょ。そして最後にまた破壊し終わって何もなくなる。これが空合だ。で、まあ空合から始まって空合へ終わる。で、空合以前というとね、だから常住エコーの思考以前のところが空合以前です。これもね、普通の人は、これ普通の人って世間の人は時間というものをね、永遠の未来か、過去から永遠の未来へ向かって時間が流れてるとこう考えてる。そしてそれの中の一点で私は生きてるとこう考えてる。ところが実物としてはそうじゃないんだっていう。これもう仏教の話はどこまでも実物、生命の実物の話ですからね。生命の実物としては時間というのはね、本当はそんな過去から未来へ、ね、流れてるもんじゃない。その私がいつも言うように、私は私の住まう世界を持って生まれてくるんでしょ。それでその世界を持って生き、そしてその世界を持って死んでいくと、こういう話いつもしてるね。それと同じように、私は私の時間を持って生まれてくんだ本当は。そしてその時間とともに、最後に時間とともに死んでくんだ。だから例えばあれですね、まあ失神した人のね、沢木朗氏があのあれでスランポの戦いで、その鉄砲の弾が本当かバッとあってこっち脱げたね、あ、ここへ入っちゃったのかな。それでそれをこう弾を抜き取らなくちゃならないっていうんで、この麻酔かけられてそれを取ったわけだね。その時麻酔が冷めてくる時に、冷めてきて今行くんちかって聞いたっていうのが沢木朗氏いつも言ってたね。俺本当に麻酔にかけられて、そして意識がなくなっていたら時間帳がないわけだ結局は。でまた意識が冷めてくると、はてどっから始まるのかなって今日は行くんちかっていうとこから始まるわけね。でつまり私のいつも言う公式ね、私の素晴らしい公式、この自己はね、だから一切の世界を持って生まれてくる。で一切と共に生き、一切を持って死んでいくっていうのね、これは自己は、だから一切分で一切。それと同時に時間においてもそうです。一歳児分の一歳児だ。私っていうのはこの今この二言の事故だ。これはだから、そしてそれは無の一点でしかないんだ。この無の一点をニコンのとも言うんだから。それでまあ一心一切法、一切法一心というんだね。で、つまりね、
自己が本当の二個、無の一点という時にはね、これが空合以前です。全く、これ、まあ、初めての人はあれだろうけれど、1はイコール1分の1、2分の2分の1、そして、これが1歳分の1歳なんですよ。今、無の一点ってのはこれなんだね。この無の一点が1歳分の1歳展開するんだし、1歳児分の1歳児を展開するんだ。その無の一点というのは、それこそ空合以前。これはどんなことだろうってまた考える。これ何でもない。例えばだね、その自動車の安全運転する人っていうのね、これはまず生き生きと覚めててさ、居眠りしちゃダメだ、居眠り運転じゃダメだ、生き生きと覚めてて、そして何か考え事運転しちゃダメだ、緊張も和らげ、考え事も手放しにして、そういう態度ね、これ自動車運転する人の態度、これね空合以前ですよ。これ刻々何が現れるかってね、それに応じてこう自由に運転していくんだから、それがこの空合以前のところにあればこそさ、それがその向こうから自動車が来たって言ったらそれにまた対応してやるすんだし、人が来たったらまたそれに応じて自由に運転できるんだから、あらゆる生命の働きの根源はこの空合以前だ。その空合以前のところで生きなきゃダメだ。それで初めて安全運転できるのね。これだから空合以前にして初めてだ。動にも不動にも、いやだからスピードはアクセルを踏むかブレーキを踏むか、あるいはハンドルを右にするか左にするかね、そういう空合以前で、だから自由に応じられるんでしょ結局ね。いや私がいかにも私の話聞いてていかにも私が自動車運転の名人みたいに、ところが自転車にも乗れないそのしかしだ、この二個になればこそ、二個の空合以前の二個なればこそ、この実際の生き生きした活動もできる。そこをね、その空合以前の消息なるがゆえに二言の格形なりね、自由に対応して働くことができる。沈丁未亡の事故なるがゆえに現状の到達なり。沈丁っていうのはね、沈っていうのはね、だいたいあれ、信濃の大昔ではみんな我でね、この我のことを沈って言ったらしいんだね。ところが秦の始皇帝がな、あれが沈は俺だけってそう言って、他のやつはよってあまりだそれで沈だけは、沈は俺だけってこう決めた。それから以後、その天皇陛下の沈だけになっちゃったね。それで長っていうのは兆しだ。昔品でもって亀の甲羅をこう焼いてね、そうするとこうひび割れが入る。そのひび割れが入ったところで占いをしたっていう。それで要するにこのひび割れのこのあれなんで
ょ、蝶っていう字。蝶っていうこういうのはね、こういう亀の子のこう焼いてると、そうするとこういうふうにひび割れが入ったっていう、そういうことで、要するに結局ね、沈丁未亡っていうと兆しの現れる以前の事故。それでこれはだから兆しの現れる以前の事故ってどういうのかっていうと、父母未生以前の本来の面目っていう言葉もある。お父さんやお母さんが生まれる以前の事故、本来の面目ってどんなんだって調べてこいって、そういうことだね。だけどそんなのは何でもない、生命の実物だ。結局生命の実物って、これは概念以前、思いで思う以前、一切分離以前、そういう沈丁未亡の事故。そうするとね、山が山でない、山が山でない、それで色即是空っていう、それでそれを現状の到達なり、到達っていうのは10日脱落だ、決まったもんがない、山が山っていうね、決まった概念でつかまれてんじゃないか。これは無相でも、相がない。この金剛経っていうお経にね、風習王僧女女風土がいい子一切ウーイーホー女無限法よ、この言葉は金剛経の一番最後のその言葉です。最後のいわば結びの言葉だ。一番金剛経、金剛般若波羅蜜多経という、あの要するに般若部のお経として一番古い原始的なお経だけど、相を取らざれば如如にして不動、何をもってのゆえに一切ウイホーは夢幻あわ影のごとく、梅雨のごとく、また伝のごとし、まさに世での感をなすべしと、こういうことね。山、これは山ってこういうふうにね、そういう山って、あのこう
層っていうのは姿ですよ。そういう山って、これは山って、こう層をつかめばこそ山なんだ。これは層を取らざればっていうの、そういうその山っていう概念でこうつかまなければね、如々不動なんだ全く。そして何をもってのゆえに、一切無為法、この世の中にあるものね、それは全てね、夢のごとく、幻のごとく、泡のごとく、影のごとしだ。で、露のごとく、また電のごとしだ。まさに核のごとき感をなすべしという。これがね、その、金剛般若経の一番最後の結びの言葉で、これがね、根本だ。我々、ね、結局全てね、夢幻泡影露のごとく電のごときものを、この層を取ってしっかり概念を持って考えればこそ大騒ぎしてる。ところがそれを如是の感をなすべしだ。それがそのまんまっていう自生命の実物見れば如々不動なんだね。如々不動で、層を取らずんば如々不動。だから如々の如々っていう言葉はね、さっきもあれしたけれど、如来如呉って言うとね、来たるがごとく去るながごとく、動いてるっちゃ動いてる、全てどうだ。また如々したら不動だ。そういうことね。そしてこの結局風習応想って、これが大切ですね。層を取らない、これを般若心経なんかには空って言うんだ。結局はだから色即是空ってね、山っていう山が山でない。そしたら空だ、一切空。空無相無眼っていうのを、これ三三昧っていう、この般若経ではね。で、空と無相とっていうのは、まあ大体同じですね。で、無眼っていうのは願いを持たない。これなんか我々すべて物足りようの思いを通して見てるじゃない。それ手放し。それで、層を取らないってこと。そうしたら、空だ。で、これが沈丁、未亡の事故なるがゆえに、現状の到達ないか。沈丁未亡っていうのはね、今言ったように、兆しの現れる以前の事故。生命の実物。それだったら、この層を取っていない、これが無層。それで現状の到達、次その山の食毒高校なるをもて常運の道徳必ず山より通達す、順風の妙高を定めて山より到達するなり。要するにね、生命の実物であって、この概念的山じゃね、何の働きもない。ところが今生命の実物、固定して限られている山じゃない。この生命の実物としての山、それであればこそ常運の道徳、順風の妙高というね、この白雲が湧き出してきた、あるいは風が吹いている、その妙高、そういう実際活動がある山、そういう、この点はまあ宇治の山見てよくわかる。宇治の山はよく空
雲、あそこら辺はあの湿度が高いね、今時分ね、だからこの雲が湧き出してくるし、だからまあそうかと思うと5月の爽やかな風がそーっとあれすると全く真っ青な空になるし、そういう実際的な働きっていうのはね、結局概念的山じゃダメだ、山は高いってそれだけの概念じゃダメだ、生きた山っていうのはそういうその概念では使われていない生命の実物としての山、それならばこそその山が山を遠か脱落した順風の妙高、そういうのもそこから出てくる。で太陽山海和尚を主に指名していわく太陽山の不要道海和尚ですね、主に指名していわく青山上雲石女夜小に、青山はね青い山はいつも歩んでるんですよ、ね、それから石女っていうのは馬爪、石の女の子供を産みやした、それで馬爪って、子供を産まない女のことを また関女とも言うしね。でところが今その関女が夜子供を産んだって、こういうこの青山上雲浦っていうの今もう